はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。かなり久しぶりの投稿になります。まあ練習の方がね、チームの練習の方が忙しかったり、大会もねかなり続いてたのと、あとちょっと個人的にね、ちょっとメンタル面がねやばかった時もあって、ちょっとね投稿がかなり空いてしまったんですけど、今日は久しぶりの投稿なので、普通の実況動画とか、交流戦の動画ではなく、ちょっとね近況報告とちょっとしたお知らせの動画になります。まずお知らせの方ですね、Twitter と Instagram の方でも投稿したんですけど、 Beams 様の方からですね、衣装提供をいただきました。ビームスさんはもう説明する必要がないとは思うんですけど、まあ本当にもう日本を代表する、セレクトショップ、ブランドですね。本当、今回ですね、本当にありがたいことにちょっとね、貴重な機会をいただきまして、まあこんな形で、まあ衣装提供いただきました。まあ写真とかね、こんな感じで、Twitter とか Instagram に上げてるんですけど、まあ皆さんがもし、この投稿をですね、拡散してくれたら、また今後ね、ビームスさんと、何かあるかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。本当写真とかいっぱい投稿したので、まあ見てくれると嬉しいです。はい、そして次に近況報告ですね。まあタイトルにある通りなんですけど、ちょっとまあメンバーのその交代というか、まあサブロスターの、ことについてちょっと話そうかなと思います。ラッシュゲーミングは前回大会の、日本代表戦ですね、が、まあ準優勝と結果に終わったんですけど、まあその結果からして、ちょっとまあそのコーチのストーリー君とクルタミさんの判断のもと、ちょっとね、まあ大きくラッシュゲーミングを変えないといけないという形に、まあそういう風に感じたので、もう本当チーム一同ですね、選手も含め、本当大きく変えないといけないということで、ちょっとサブロスターという仕組みをね、ちょっと導入することになりました。まあこの最低1名をサブロスターへ、まあ今のメンバーを変更することになりました。まあ本当にこれは、まあ部活とかスポーツだともう当たり前ですよね。もう1軍、2軍とかあって、まあレギュラー争いとかあるじゃないですか。まあそれと同じです、本当に。で、もう現在もう、まあ複数名トライアウトを行ってます。まあトライアウトの結果、まあ今のメンバーがサブロスターに落ちて新しいメンバーが入るかもしれないし、まあこの仕組みで今のメンバーがより強くなって、で、まあメンバーがね、このままになるかもしれないですけど、まあまだそこはね、決まってないんですが、まあこういう仕組みをとりあえず導入します。まあこのサブロスターの仕組みが入ったことによって、まあ選手一同めちゃくちゃ今、緊張感もすごいあるし、まあすごく、まあいい影響になってると思います。本当に今、僕たちの弱点は、まあ本当個人個人のテクニカル面なんですよ。まあガンファイトの、まあ、打ち合いとか、まあそういう本当に個々人の細かいところで、やっぱりそこがすごく今、やっぱりリバレントさんには劣ってる、まあ僕たち今の弱点であると、まあ自分たちも自覚してるし、ストーリー君にもがっつり言われたので、もう本当にそこを重点的に置く。まあだから、まあ、メンバー変更も多分これからどんどんね、あると思うんですよ。まあこういうのをね、先になんで言っちゃうのって思う人もいるかもしれないんですけど、まあね、これから多分そのトライアウトの件とかで交流戦の配信が全然なかったりとかあると思うので、まあ先にね伝えておいた方がいいと思ったので、まあこういう風に発表しました。そして、メンバーのね、武器関連ですね、立ち位置的にもちょっと変更があって、ベブラがフレックス SMG 寄りになって、かなり、まあ、また変わるかもしれないんですけど、まあ僕が今セカンド AR ですね、ゴロがメイン AR で、僕がその2番目のアサルトになりました。でやっぱりね、そのインゲームリーダーは AR の方がシンプルにいいんですよね。やっぱ後ろからこう指示が出せた方がいいんで、やっぱりフレックスとか、そのフレックスってのは AR と SMG どっちも持つっていうタイプ で残り SMG2 人じゃないですか今。まあ本当その3人組はすごく前線で早く動くんで、まあ僕今シーズン最初はそれでやってたんですけど、やっぱりリスポーンルールだと難しいんですよね。その前線でこう速いプレーをしながら、こう全体を見て指示出しをしたりとかっていうのが非常に、まあ、難しかったんで、まあ、普通は AR がやるんですよね。なので、まあ、ストーリー君の判断のもと、ちょっと AR に判断っていうか、まあ判断とアドバイスのもとちょっとAR を持ちます、今シーズンは。その AR になって、その技術的な面では、まあ、
今頑張ってるところなんですけど、まあそんなにひどくはないみたいなので、まあ大丈夫かなと思うんですけど、まあ本当に AR でも SMG でもどっち持ってもまあ問題はなんかもっと早い判断をしないといけないとか、なんかそっちの方がね多いんで、まあ AR になっても全然大丈夫かなっていう、そういう技術的な面では。まあチーム内のまあそういうトライアウトとか武器とかね、立ち位置とかは今そんな感じですね。そして最後にまあお知らせとして、1月にある、ミネソタの、COD チャレンジャーズのオープン大会ですね、世界大会、にちょっと行くことにしました、実費で。ミネソタの出場権は、この間の日本代表戦に勝ったね、優勝者がソニーさんからちょっとその出場権を出してもらって、まあ渡航費とかを出してもらって行けるって感じなんですけど、まあそれ大会自体はね、あの実費で向こうに行けば参加はできるんですよね。まあただこの前の大会優勝してればそれがタダで行けるよっていう形なんですけど、まあ僕たち、まあ前回の2位の賞金もあるので、でメンバーにみんなにこう聞いたら、やっぱりこう賞金なくてもいいから、ミネソタにね出場したいってことなので、もう僕も同じ意見だったし、実費でね行くことにしました。多分ね他の日本チームも実費で行くところ多分あるんじゃないかな。この間なんかスカーズさんが発表されて、なんかスカーズさんも行きそうな感じですよね。まあここまでやって行かないわけにはいかないですよね。もうまあ僕たちはもう覚悟を決めてるんで、もちろん行ってきます。ミネソタマイナス20度とかだったのかな。ちょっとマイナス20度ってどういう格好をしたらいいんですかね。あのちょっと寒い地域に住んでる人、ちょっと防寒対策ちょっとコメントで教えてくれたら嬉しいです。なんかね普通の靴とかで絶対やばいよね。はい、というわけで今日はね、ちょっとお知らせと近況報告ですね。まあ前回の大会がやっぱり、まあ、2位でしたけど、試合内容自体はすごく悪かったので、まあラッシュ自体今相当いろいろ覚悟を決めて変えようとしてるところですというのは、まあちょっと言っておきます。まあこれからねトライアウト関連でまた語れる部分は少ないんですけど、まあ一通りね落ち着いたらまたまあね喋りたいかなと思うのでよろしくお願いします。そしてビームスのねツイートもあの拡散ぜひよろしくお願いします。というわけで、今日はお久しぶりの動画でしたけど、まあこんな感じで終わりたいと思います。というわけでお疲れ様です。